ピンポンパンポーン。明けましておめでとうございます。遅すぎるんだよな。てかてめえどこから出てきた。はは、いやー、ひどい目にあった。よくわからないものにぶつかったからついでに持ってきたよ。なんでこのおっさん。誰だよさっきのやつ。知らね。そんなやつどうでもいいから解説を始めるよ。本日解説するのはリクエストにあった日本軍の対戦車兵器だよ。はい。まず日本軍について解説する前に、対戦車兵器についてある程度解説するよ。対戦車兵器とは、戦車に対して攻撃する火器そのもの。攻撃には対戦車システム全般を指すよ。まあ、要するに戦車を破壊できるものすべてが対戦車兵器だよ。具体的に例を挙げると、地雷、梱包爆薬、対戦車敵弾などがあるよ。そしてさっきの定義に当てはめると、戦車や戦車撃破能力のある航空機も対戦車兵器に含まれるが、そんなのまで解説してたらキリがないからさすがに解説しないよ。つまり今回解説するのは今黒板に書かれているもののみだよ。ただしあくまで対戦中の日本軍が使用したもののみを解説するので、解説しないものも何個かあるよ。それでは始めていくよ。日本における対戦車兵器の開発の始まりは、1931年まで遡るよ。伊良湖試験場にて現政歩兵火器の戦車、掩体、鉄条網など、各種目標に対する攻力試験を実施した際に、フランスから輸入した軽戦車を用いた実験では、現有の兵器で敵戦車を対処できるとされていたが、国内で製造された鋼板を用いた実験より、輸入された軽戦車の防御力は劣っているとされ、鉄鋼弾の開発が必要との結果が出たよ。具体的にどんな兵器で実験したんだ。 7.7mm、13mm 機銃や野砲等で実験を行ったよ。そして翌年にはフランスから輸入した中戦車と89式中戦車で各種弾丸に対する攻力試験を行った結果、従来の小口径火器や榴弾では効果がないことが分かり、新型火砲及び砲弾を開発する必要が出てきたんだ。実験の結果から対戦車砲の必要性を認識し、1933年より新型火器の開発が開始し、1935年には仮制式が上申され、日本初の対戦車砲である94式 37mm 砲が完成したよ。1935年に仮制式されたのに94式なのか。あくまで仮制式が上申されたのが1935年であって、砲自体は名称にもなってる公暦2594年に完成してるからね。たまに94式 37mm 速射砲と記述されている資料があるが、それはどうなんだ。日本軍では慣習的に対戦車砲を速射砲と呼んでおり、正式名称は94式 37mm 砲だよ。性能としては350メートル先の装甲板に対して35ミリの貫通力を持ち、これは当時の列強の戦車を撃破するには十分だったよ。軽戦車しかいねえ。当たり前なんだよな。また94式 37mm 砲とほぼ同時期に歩兵と随伴して対戦車戦闘を行える兵器、いわゆる対戦車ライフルの開発が検討され、1935年より 13mm 手動銃と 20mm 自動砲の開発が同時に始まったよ。ただし 13mm 手動砲は威力不足として途中で開発が中断されるよ。いろいろあって完成した 20mm 自動銃はスイスのゾロターン S1800 と比較され、重量型とされたものの、1938年より生産が開始されたよ。それがこの97式自動砲だよ。また製造年と正式名が違うじゃねえか。おっそうだな。あと重量型って言ってたがどのくらい重かったんだ。97式自動砲は約60キロあり、これは同口径の他の対戦車ライフルと比べ14キロほど重かったよ。歩兵と随伴できる対戦車兵器かっこ随伴できるとは言ってない。結局重さがあだとなり、当初の予定と違い、機関銃中隊などに配備されることとなったよ。一応歩兵と随伴できたんだ。性能としては220メートルで30ミリの鋼板を貫通でき、これは94式37ミリ砲と同じく、列強の戦車を撃破するには十分だったよ。そして1939年のノモンハン事件において、日本軍は先ほど挙げた2種類の対戦車兵器などを用いて、戦車、装甲車合わせて397両を撃破したよ。大戦果じゃないか。一部対空機銃で撃退したり、小銃による狙撃や銃剣で撃破したものもあったけどね。なんか銃剣で撃破したというパワーワードが聞こえたんだが、気にしたら負けだよ。94式 37mm 砲は1キロ先からソ連戦車の正面装甲を撃ち抜け、被弾したソ連戦車のほとんどは炎上し、戦闘継続不能となったよ。また、トラックに速射砲を乗せ、走り回りながら敵戦車を撃破したりもしたよ。その他にも、
T-37 と遭遇した日本軍歩兵がガソリン缶を投げつけたところ、T-37 がそれを踏み、炎上したことから火炎瓶が有用とされ、入手しやすいラムネ瓶を火炎瓶として使用し、敵戦車を炎上させた後に、脱出した戦車兵を射殺する方法が取られたよ。ちなみに事件後期になると、火炎瓶対策が取られ、この方法は通用しなくなるよ。また、地雷を竹竿の先端に装着し、敵戦車の履帯を切断させた後に車内に手榴弾を投げ込む方法も取られたよ。なんか力技多くないか。ソ連戦車が日本軍陣地に突入して暴れ回るから、歩兵が取れる有効的な方法を用いたからだよ。ほぼ同時期に、日本は盧溝橋事件などを経て中国との戦争に突入したが、中国軍はろくな装甲戦力を持っていなく、日本軍が敵戦車に苦労することはほとんどなかったよ。しかし1941年の真珠湾攻撃によって太平洋戦争が勃発し、英米仏蘭との戦闘に突入すると、初期こそは敵戦車は豆戦車や軽戦車といったもので、ノモンハンの時と同じ94式37ミリ砲で対処していたが、フィリピンやビルマ攻略中に M3 軽戦車と出会い、その装甲が貫通できなくて苦戦したよ。実際正面に M3 が現れた場合では、機銃口に向けて射撃しない限り被害を与えるのは難しかったよ。そんなピンポイントに撃てたら苦労しないよな。94式37ミリ砲の後継である、一式機動47ミリ砲の射撃実験が行われた時、1キロ先から路獲した M3 軽戦車の正面装甲を貫通した際に、士気が上がるほどだから、どれだけ苦戦したかがわかるよ。一式機動47ミリ砲ってなんだ。一式機動47ミリ砲は、1939年より開発が開始され、1942年に正式が上申された対戦車砲だよ。やっぱり正式年と正式名称の年が違うじゃねえか。性能としては、200メートルの交番に対して65ミリの貫徹力を持つよ。これで M3 に苦戦することはなくなりそうだな。なおこの頃になると、アメリカ軍はこの対戦車砲の存在を知ってか知らないか、M3 軽戦車の投入をやめ、M4 中戦車を前線に送り始めたよ。どう考えても勝てねえ。てかこんなのが敵にいたら、94式37ミリ砲はもう使えないんじゃないか。それがそうでもないんだ。当初戦が多い太平洋戦線では、アメリカ軍は浅瀬が多い浜辺に上陸するために水陸両用装置車を用いるのだが、本車が125両投入されたタラワの戦いでは、約80両が日本軍によって撃破されたよ。もちろんその中には94式37ミリ砲によって撃破されたものもあるよ。またイラワジ川の戦いにおいて、イギリス軍の M3 中戦車と遭遇した際に、本来装備した一式機動47ミリ砲を全て失った機動砲小隊が、わずか一門の94式37ミリ砲を用いて、弾薬が尽き、砲が破壊されるまでに5両もの M3 中戦車を格座させたよ。37ミリで貫通できるのか。側面どころか背面でさえ貫通できないから、撃ちまくって乗員にダメージを与えてたよ。毎回毎回力技すぎるんだよな。砲の性能は改善されなかったが、陣地は魔金の戦い以降どんどん進化していき、初期こそは天井がなく丸太で作られたものだが、後にはサンゴ礁岩を利用した半地下式の陶器化などが作られるようになったよ。上陸前の爆撃や砲撃ですぐ吹っ飛びそうだが、サンゴ礁岩は硬く、簡単に破壊できない上、そもそも日本軍はあからさまに設置したもの以外は、巧妙に隠しており、撃たれてからでないとわからないものも多かったんだ。そういや一式機動47ミリ砲は94式37ミリ砲の後継と言ってたが、一式機動47ミリ砲の後継ってあったのか。後継はあったものの、完成しなかった上にどちらも自走砲化されたよ。その他にも同時期に開発された一式37ミリ砲があるものの、94式が抜けなかった側面装甲が抜けるようになっただけで、大した性能の向上はなかったよ。まあそもそも41年から37ミリ砲の開発を始めるのもあれだが、対戦車砲の性能や数が他国と違うが大丈夫か。大丈夫じゃない、全然大丈夫じゃないよ。数が少ないから他の火砲で代用したり、何でもかんでも使えばいいっていうもんじゃないと思うが、野砲と高射砲は苦戦してた M4 の正面から撃破できたから、全く意味をなさないわけではなかったが、重火器が配備できないようなところでは歩兵や工兵に頼らざるを得なかったんだ。これ付近に敵歩兵がいたら終わりじゃね。艦のいい饅頭は嫌いだよ。キリがいいし今回はここら辺で終わりにするよ。ご視聴、ありがとうございました。